肩の上下運動、ショルダープレスなどはすると、ゴリゴリ音が鳴りますと。痛くはないのですが、やめた方がいいでしょうか？それとも可動域内でやるべきでしょうか？肩がゴリゴリしてるのは、あんまり良くないね。で、結局これは、ほとんどの場合、ローテーターカフがアンバランスになったり弱っているので、この、検査関節と、この、上腕骨のこの、要するに、キャップになってるわけだよ、ここは。それが、やっぱり不安定な状態になっていると。なので、ローテーターカフのウォーミングアップをやらなくちゃいけない。ローテーターカフを刺激することによって、周りにこの大きなね、三角筋というのはこの周りの大きい筋肉なんだけども、この骨をバランスを支えている、バランスを取っている筋肉というのは小さい筋肉で、それは、プレスとかそういうの重い運動する種目では鍛えられないわけ。で、なので、そのローテーターカフね、のトレーニングというか、ウォーミングアップをして、まあ、上半身全部だな、に対して運動の準備をすると。それをやってないと、俺みたいに左肩が大変なことになっちゃうと。で、俺もこれはね、すぐ別になるってもんじゃなくて、俺は30年やってるでしょ、トレーニング。だからまあ、結果的に30年後になったわけで、そう簡単にはならないけれども、今日は明日ゴルフ行ったから肩が痛めるってわけじゃないんだけども、やっぱりこれは、ローテーターカフをやっていかないと、これは長い範囲でどんどんダメージが蓄積するので、ローテーターカフの運動はね、これを必ずやると。上半身の時は。これだから、解決法だな。